はい、皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。宮廷大ウィーク2日目は九州大学ということで、ゴールデンウィーク間は河野塾イズム塾長である僕が毎日旧帝国大学の最新年度の入試を丸1年分実況プレイしていきます。ゴールデンウィークは気が緩みやすい時期ではありますけど、受験生の方はむしろ気を引き締めて一緒に頑張っていきましょうね。宮廷大の問題は両問難問揃いであるということはもうご存知だとは思いますが、今日もその入試問題を楽しみながら実況プレイしていきます。そもそも実況プレイって何かっていうと、僕がね、初見の問題を解きながらただ思ったことを話していくっていうものなんですけど、入試問題を解くのってゲームみたいで楽しいんですよね。だって勉強を通してね、集めてきた武器を使って入試問題っていうボスを倒していくのって、もうまさにゲームと一緒じゃないですか。しかもね、僕自身が初見の良問たちにどういう風にアプローチしているのか、その思考プロセスを皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは2024年九州大学の理系数学、旧帝国大学の最難に位置する九州大学。昨年は過去20年で一番難しかったと言われるぐらい難問揃いのセットで、今年は若干落ち着いたけれども、それでも難問が出題されたそうです。数学は5問で150分、河野塾イズム塾長の名にかけて楽しみながら問題という敵を倒していこうと思います。はい、それでは旧大理系の実況プレイやっていきましょう。ではまず第1問から、空間図形の問題ですかね。 A を実数とし、座標空間内の3点 PQR を考えると。で、括弧1がこの時 PQR は一直線上にないことを示せ、で括弧2がこの範囲の時 PQR の面積の最大値。まあこれはもうパターンですね。徹底基礎講座でも何回も言ってますが、空間における一直線上にない、まあこれはもうベクトルを使うし、面積ね、空間における面積もベクトルの面積公式ありますもんね。まあ括弧1番は PQ ベクトルっていうのを考えると、 9-P だから202、2倍の101か。であとは、まあ、QR ベクトルすれば A-1、A2乗-1、A3乗-1は全部 A-1 でくくれますね。そうすると 1A+1、 A2乗+A+1 と、で PQ の定数倍イコール QR とならないよっていうことが言えればよくて、まあ、とりあえず A-1、 これがね、0じゃないってことを言えばいいですね。 A が1じゃないので A-1 は0じゃない。よって結局は101の定数倍が 1A+1、 A2乗+A+1 となる K がないっていうことが言えればよくて、まあこれ X 座標を比べたら K イコール1確定しますね。 K イコール1で、そうすると、Y 座標を比べると0イコール A+1 になって、 A はマイナス1じゃないわけだから、 A+1 は0じゃありませんよということで、はい、K は存在しないから一直線上にないってことが言えるわけですね。まあここら辺はね、ベクトルを使ってやるっていうのは非常に基本的な問題だし、まあ面積の最大値、まあ三角形の面積も2分の1倍ルート、今回 Q を視点にして考えれば、この公式ありましたよね。ここら辺のね、三角形の面積をね、どういうふうに求めるかっていろんな公式がありましたが、空間においては基本的にはベクトルを使っていくのが、まあ、定番ですね。こういうパターンも、まあ、徹底基礎講座で徹底的に話してるので、まあ、ぜひ気になる方はね、概要欄からチェックしてください。そうすると、まあ、この2と A-1 を一旦出しますか。2と A-1 出すと2分の1で2がね、約分されて A-1 倍のルート。これの2乗は1たす1で2。これの2乗、めんどくさいですね。整理ができるかもしれないから、1たす A たす1の2乗たす A2 乗たす A+1 の2乗を引く。QP ベクトル、これの逆だから、マイナス1、0、マイナス1と 1A+1、A2 乗プラス A+1 の内積は、ここ消えて、マイナス1引く、これ。だから、マイナス、マイナス A2 乗引く A-2 の2乗だから、結局 A2 乗プラス A+2 の2乗か。ということで S を A を用いて表したわけなんだけど、まあ、一応これ忘れないようにチェックしとくか。マイナス1から1の範囲で、この面積の最大値か。なんかめんどくさいですね。とりあえずこのルートの中身整理します。これを、まあ、一応ルート A-1 の2乗を、ここの部分どう整理できるかというと、
まあ、とりあえず a2 乗プラス a プラス1の2乗引く a2 乗プラス a プラス2の2乗のところを和と差の積で、まあ、綺麗にしたいかなっていうふうに思ったので、プラス 2×a2 乗プラス a プラス1の2乗のうちの1個だけ残してあげて、あとは a2 乗プラス a プラス1の2乗引くこれの2乗、まあ、差がマイナス1だからマイナス和2a2 乗足す 2a プラス3か、結局 a2 乗プラス、あ、待って、あ、結局 a2 乗プラス a プラス1の2乗を展開しなきゃいけないじゃんって言おうと思った瞬間に、この a-1 の2乗これ入れることによってちょっと楽できますね。だから、ここの a-1 の2乗×a2 乗プラス a プラス1の2乗が a3 乗 -1 の2乗になって、で残りの部分が 2a2 乗 -2a2 乗これ消えるから 4a-2a2a 一応足す a-1 の2乗をかける 2a で定数項が 2+2 4-3 だから1か、まあ多少綺麗になったかな。これでルート、これ a-1 の2乗でくれも、いや違う、 a-1 の2乗でくくったら結局 a2 乗プラス a プラス1の2乗を計算しなきゃいけないので展開しますか。 a6 乗引く 2a3 乗足す1足す、これが a2 乗引く 2a プラス1かける 2a プラス1なので、2a3 乗、これめんどくさいですね計算、 a2 乗引く 4a2 乗だから引く 3a2 乗 a の1乗は 2a 引く 2a で消えるからプラス1か、で 2a3 乗が消えるので結局 a6 乗引く 3a2 乗足す2か、これの、最大値を求めればいいってことですね。でマイナス1から a が1だから、まあ、a2 乗イコールラージ x みたいに置いてあげれば、まあ、ラージ x の範囲は0から1未満との範囲で、まあ、s の2乗っていうのがラージ x の3乗引く3ラージ x プラス2っていうふうになるわけだから、これを x で微分すれば 3x2 乗引く3で、まあ、簡単に増減表をかけて、まあ large x が0以上1未満なわけだから、ここからここですね。じゃあ、今求めたのは最大値だから large x イコール0の時が、すなわち求めたいのは面積の最大値だから、まあ、a イコール0の時に、0を入れればルート2かっていう感じですね。一応 a イコール0、うん、まあとりあえずカッコ2番ね、やることがまず明確ですよね。でもちょっとこれ計算するのかと思ったけど、まあうまく工夫してあげることによって綺麗になりましたね、うん。まあ、こんな感じでね、まあ、パターンっていうのをしっかりと押さえていけば、まあ、こういった問題も簡単に解けると思うので、まあ徹底基礎講座、ね、気になる方は概要欄からチェックしてください。では第2問、複素数だね、整式これについて以下の問いに答えよと、これね。で fz イコール0を満たすすべての複素数 z に対してこれが成り立つことを示せと、でカッコ2が次の条件を満たす複素数 w をすべて求めよ、まあいろいろ書いてありますが、まあカッコ1番に関してはとりあえず z2 乗引く1かけたくなりますよね。これを計算してあげれば z8 乗引く1になるわけだから、まあ、これイコール0っていうのを考えてあげると、まあ、円の、まあ、z の8乗をすれば1になるものだから、この 8 点になるのか。まあ、45度ずつ回転したもの。この8点になるわけだけど、まあ、z2 乗マイナス1、すなわち z イコールプラスマイナス1が答えのものを除かなきゃいけない。だから結局、この6点が、これイコール0を満たす、答えになるわけだから、当然 z の、ね、絶対値全部1ですよね。これでいいのかな。でカッコ2番が、fz を0を満たすすべての複素数 z だから、これらの z に対して、w かけても成り立ちますよと、まあ、w かけるということは、まあ、回転と拡大なわけなんだけど、この点をに w かけても結局この青の点のどれかになるよって言ったら回転だけさせればいいのか。で、すべての複素数 z に対してだから、1かマイナス1だね。うん。結局45度ずつ回転させていけばいいわけだけど、
例えば45度回転の場合、ここにある点がこのね通らない点に来ちゃうからダメだし、90度回転の時もこいつがねここに来ちゃうからダメだし、135度回転の時もこいつがここに来ちゃうからダメだから、結局ね、0度回転か180度回転の時のみなわけだから、 W イコールプラスマイナス1。うん、複素数っていうのは図形的に考えたいよねっていうのと、あとこの FZ イコール Z6 乗足す Z4 乗足す Z2 乗足す1、これ Z2 乗マイナス1かけたくなるなっていう感覚を持ってれば、そんなに難しくない問題なのかなっていうふうに思います。では続いて第3問、整数の問題かな、整数の問題ですね。以下の問いに答えよ。まずは、自然数 AB が A 小なり B を満たすとき、これが成り立つことを示せと。これ明らかじゃないですか。 A 小なり B ってことは A の階乗と B の階乗を約分できて、 B× 点点点と、どこまでかけられるかというと、まあ、A プラス1までかけられるわけですよね。まあ、だから当然 B より大きいよねと。これでいいのかな。なんかカッコ1明らかすぎますね。でカッコ2番が、2×A の階乗イコール B の階乗を満たす自然数の組 AB を全て求めよう。まあどうせカッコ1番使うんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあとりあえず A の階乗分の B の階乗イコール2って形にすれば、まあ当然これ A より B の方が大きいに決まってますからね。これより A より B の方が大きいに決まってる。だって A の方が大きかったらね、1以下になっちゃうから。ということでこれが B 以上と。いうふうに括弧1番より言えるので B は1か2が確定する、ね、だからそれぞれの場合考えればいいのかな。 B イコール1の時、あ、 A の階乗2分の1ならダメだね。で B が2の時は A の階乗が1なので、よって AB は1、2オンリーだということがわかるわけですね。まあこれは括弧1の誘導を使いましょうっていう話ですね。で、カッコ3が A の階乗足す B の階乗を 2×C の階乗を満たす自然数の組 ABC を全て求めようと。まあこれも、カッコ1番の誘導をいかにして使っていくのかなっていうふうに思うんですけど、まあ A 小なり B っていうのを考えるわけだから、まあこれ徹底基礎講座でもね、徹底演習講座でも扱ってますが、 A と B について対称だから自分で代償関係を設定できるわけですね。 A 小なりイコール B と。だから A イコール B の場合っていうのをまず一旦考えてあげると、A の階乗イコール C の階乗だから A イコール C か。だから A イコール B イコール C、 そうだね、 A イコール B イコール C 成り立てますね。これが一つの解になるのか。これあれですもんね、 A と A の階乗と B の階乗の平均が C の階乗に等しいよっていう話なので、 A と B が等しければ当然 C も等しいというふうに言えますね。で続いて A 小なり B の時、この時は括弧1番が使えて、まあ A の階、あ、待って、 A の階、ん？これって A の階乗と B の階乗の平均が C の階乗に等しいということは C が間に来ますよね。 A 小なり C 小なり B が確定するから、これ C の階乗で割れば矛盾が示せるのでは。 C の階乗で割るとC の階乗分の A の階乗足す C の階乗分の B の階乗イコール2で、 C の階乗分の B の階乗はこれは、まあ、あの自然数になって、で A 小なり C の時はこれは自然数にならないよと、もっと自然数と。ということは自然数足す自然数じゃないもの合わせて2になることはありえないので矛盾。まあこれが A 大なり B の時も一緒なわけだから、結局答えはA イコール B イコール C のみだっていうことが分かるわけですかね。まあこの問題に関してはね、カッコ2はカッコ1の誘導を使えばすぐ解けるし、まあ、カッコ3については、まあ、徹底基礎講座、徹底演習講座でも扱ってますけど、 A と B が対称だったら代償関係作れるよねっていうことを考えてね、解いてあげれば、まあ一応自然なね発想で解けるんじゃないかなっていうふうに思いますね。順調ですね。では続いて第4問、まあ、ここに 3×3 があるし、これが 3×3、3×3、3×3 っていう風にあるなと思ったけど、だから IML、こいつが0に飛ばないとなんか不都合が生じるっていう風に考えてあげればいいのかな。ということで、無事全問正解することができました。いやーよかった。まあ今年の九州大学の問題に関しては、まあ、多少ね、
発想力が必要なところはあれど、基本的には徹底基礎講座で扱ってるようなパターンっていうのをちゃんと押さえてれば、まあ、満点狙える、まあ、そういうね、セットだったんじゃないかなと思います。まあ、ただこの第1問のカッコ2の計算だけは本当にこの計算していいのかなみたいな感じでちょっと焦りましたが、まあ冷静に、ね、なって解いていけば、まあ無事ね、綺麗な答えを出すことができると。徹底基礎講座がね、こういった問題を再現性持ってね、解くことができるようになる講座だっていうことを、まあ、この、九州大学の問題解いてみて再認識できたので、ぜひね、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。僕のね、数学力の全てがギュッと詰まってるので、まだまだ九帝大学の実況プレイこれからもやっていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。